谷文町、谷文町、谷文町、法暦十三年九月九日、1763年10月15日、天保十一年十二月十四日、1841年1月6日は、江戸時代後期の日本の画家。意味名は昭安。はじめ号は、文町、資料、後に文町と指示も兼ねた。通称は文五郎、またはすぐえもん。 別号には写しやまろう、画学祭、無に一助。自発して、方言意に上されてからは、文阿弥とこうした。江戸下屋根岸の生まれ。祖父の本教ははじめ、下役人であったが、経済的手腕に優れていたため立身し、民生家として聞こえ、田安すに抜擢され、奇跡を残した。父、ふもとにも、田安す家臣となり、監視人として、なお知られた。 このような文化の家系に育った文長は文才を持ち合わせ、和歌や漢詩、教科などもよくした。菊池五三の御三同士は巻三に文長の漢詩が掲載されている。十二歳の頃父の友人で仮の派の加藤文礼に学び、十八歳の頃中山茅野弟子、渡辺玄太に指示した。二十歳の時文礼が没したので北山還元に月北相賀を収めた。 鈴木不養にも学んだとされるが確かではない。その後も、かの工場から仮の派を学び、山和絵ではことさ、林葉、円山派四条派などさらに、朝鮮画、西洋画も学んだ。26歳の時長崎旅行を企て、大阪の木村県阿堂に立ち寄り、串六雲線より、正式な南側の指南を受けた。木村県阿蘇の死後、その死を痛み遺族に、 肖像画を送っている。長崎に着いてからは、長秋谷に画法を習い1月余り滞在した。古賀の模写と写生を基礎にし、諸派を設中し南北合体の画風を目指した。その外気は、山水画、花鳥画、人物画、仏画にまで及びさまの幅も広く、八州見学とまで言われる、独自の画風を確立し、後に関東南画壇のタイトとなった。26歳で、 田や家に、奥詰見習いとして使え、近珠版東取寺席、奥詰絵氏と出世した。三十歳の時、田や宗武の子で、白川藩主、松平定国の養子となった、松平定信に認められ、その近珠となり、定信が隠居する文化九年、1812年まで、定信付として使えた。完成五年には、定信の江戸湾巡行に随行し、 公葉短章図を制作する。また、貞信の命を受け、古文化財を調査し図六集、宗古十種や古古古樹の編纂に従事し、古書画や古宝物の写生を行った。また、石山寺縁起絵巻の補作を行っている。小峰城三の丸にアトリエ、小峰三本を構えた。白川だるま氏のだるまは文長が描いた図案をモデルにしたとされている。文長は、 自他共に認める旅好きで30歳になるまで、日本全国を盛んに旅し、行ったことのない国は4、5カ国に過ぎなかったという。旅の途時に各地の山を写生し、名著、日本名山杖として観光した。文化九年、1812年に表した、日本名山杖は、日本の代表的、山岳89座の風景を90用の画で表したものであり。 当時広く親しまれ、後世の山の見方に影響を与えたという。山岳の中では最も富士山を好み、富士盆図、不要図などの名品を多数残している。画塾、内山牢には多くの弟子が入門。渡辺火山、立原安図書などの地の大屋を輩出した。内山牢の名の由来は、下屋二丁町に位置し牢場からの富士山の帳簿が良かったことによる。なお この、内つ山やは二階建て、二重城であった。弟子に対して、常に社生と古賀の模写の大切さを解き、陳南品の模写を中心に抗議が行われた。しかし、仮の葉のような奮本主義、形式主義に陥ることなく弟子の個性や主体性を尊重する教育姿勢だった。弟子思いの師として有名であるが、権威主義的であるとの批判も残される。佐信の隠居後、文長は、 長年の功績により、恩給を受け格式は、奥詰めのまま、内山しやにて、画業に専念。妻の谷強し、林氏、妹秋か、暮れない、愛らも、女流画家として知られる。実弟の島田元旦も、画を得意としており、養子、谷文一、実子、谷文二も画技に優れ、谷一門は、流盛した。しかし、後継者と目された、文一。 文字が共に溶接したため、内山郎は、その後、霊落した。亀田法斎、酒井法一とは、下屋の三の体と評され、強楽に不敬理遊びに興じたが、最後まで格釈として、筆を振るった。文政十二年、1829年この年、貞信が母子、十七歳になった文長は五江氏の、待遇を得て提発した。七十五歳の時に、 方言位に上され文網とこうする。天保十一年、1841年没。去年七十九。母書は、浅草玄久友寺、法名、本立院生、誉れ市に方言文阿文長古寺。完成文長完成年間、1789年から1801年二十七歳から三十八歳の作品。特に評価が高い。カラス文長。 落款がカラスの足跡に似ていることから、長長文長とも言う、文化中期天保期、1811年から1840年の作品。乱作期とも言われるが、夕品も多い。文長は応用な性格であり、弟子などに求められると自分の作品でなくとも、落款を認めた。また画塾、う山しでは講義中、本物の文潮員を誰もが利用できる状況にあり、 自作を文調作品だと偽って売り、ここを押しのぐで死が相当空いた。購入したものから苦情を受けても、自分の楽観があるのだから本物でしょうと、意に返さなかったという。これらのことから当時からおびただしい数の偽物が、市中に出回っていたと推察できる。したがって、鑑定にあたっては、楽観、印象の審議だけでは十分ではなく、テレビ番組の開運。 何でも鑑定団では本物でにくい鑑定品の一つとして知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。